それでは続きやっていきましょう。9連中、あ、もうみんな行動済みっすかね。はい、もう終わり。9月になりました。双剣何か動きあるかな？攻めてくるのかな？はい、来ませんでした。さあ、こちら反撃しますよ。捜索から戻ってきた。そう。じゃあ、もう一旦訓練しましょうか。ここはですね。せっかくですから。せっかくだから、もう、よっしゃ、1ヶ月訓練。精鋭無比になってくれい。捜索。陰木捜索。誰かいいキャラいたらいいですけどね。お願いします。ヒーにもやらせろ。ヒーにも。ヒーヒー。こちら。運を天に任せます。よいしょっす。劉備。なんかいつの間にか慶州北部は全部、なんかこの含みのある言い方。米が欲しいんですけどね。ああ、ちょっと無理っすね。捜索しましょう。遺跡。ここでいっか。ふわ、期待するなと。まあ、いいでしょう。さあ、どうなってるのかな？ああ、人がいるな。なるほど。まあ、それなりに人がいますね。こっちはどうですか？64の2人。1人だったらですね、ひょいっと引き抜けたんですけどね。もし1人、ここはもうゼロですね。となるともう最後ここ攻めるしかないですよね。ここ攻めて、ここ攻めて、こうみたいな、そういうことですかね。106。訓練度の指揮100とかすごいですね。ここは106だから勝てるか。64。まあ勝てるでしょう。むしろ援軍来るかな。コンスはね、先に動いてるから。結構、金と兵糧ありますね。いやー、贅沢贅沢。来ますよ。遠慮なく攻めます。もうね、長雲様が、ぶっ込みますから。任しといてください、本当に。歩兵が強くですね。義援と、馬隊、そして秦軍に副将を任せよう。60ぐらいかな。これか。はい、金。他にいっぱい持っていきましょう。はい、攻め込みます。
おっとっと。さあ、どうするよ。おっと、出てきた。いいねー。勝ってこんかい。これ、計略で家計を食らわせてあげたいけどな。どうかな。願いとか出ないといいんかな。超反、まあダメか。君は1。あー、きついな。家計を殺し、ダメか。指輪で増装。家計使っちゃいましょう。ここでありゃ失敗した。ちょっと良くないな。家計ですよ。よっしゃい。これで急な風向き変更がないと助かるんですけどね。一瞬しか気がつかなかったじゃないですか。頼むよ、ほんとに。弓矢でどうぞ。わお、一瞬の炎ってほんと困る。よっしゃ、これやろう。ほんと炎が森か。いやな、雲行きだな。うえー、予想通り。だけ死んじゃう。もう。くっそー。だから嫌なんだ。くっそー。こんにゃろめ。ああ、もう、無駄な兵力を増やしちまった。まだまだですね、数減らさないと。あ、逃げた。攻撃します。逃がさないじゃっちゃ。さあ、どうする。18。さすがにちょっときついっすね。イエス。逃げるかな。13。あー、いけるかな。攻撃すればよかったかな。もう一回ぐらい殴るか。お、やったやった。今度は生きでしょ。攻撃です。4倍ですよ、数は。突撃。よっしゃ、全滅。勝利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 宣言です。仲間になっときな、仲間になっときな。やだよ。
のターン援軍送ってあげたいですけどね、ここに。おお、めっちゃお金がいっぱいになった。やったねー。血はどうなんだ ?94 でしょ。武量。ああ、もう両方から倒したいですね。なんなら。そうですね、142ですよ。結構多いですもんね。どうしたもんかな。ここはまだ訓練途中ですもんね。訓練兵団です。うん、干拓。まあ東洋決めてくれって言うんで、おっす、お願いします。加わっていただきたい。はあ、東洋はうまくいきませんな。多分全員年寄りやからっすよ。ちょっと時間かかるの嫌だなと。ガノモーす。貸す力はないと。一周されてますよ。女性が結構きついっすね、金額的に。いや、忠誠度的に。まあ訓練しましょう。なんつってもこのメンバーで一番有能ですからね。1ヶ月だけ。投与しましょう。関東スカウトする？加わってくれ。あ、ダメ。ダメか。一回ぐらい。隠すことができそうって言ってっかっすよ。こうやって残念。しょうがないのかな。ちょっと良くないっすね。こちらどうだったっけ。すっかり忘れてたけど、まだ訓練中。訓練してなかった。こりゃいかん。ゆっくりしてました。失礼いたしました。3ヶ月ほど訓練しちゃってください。ここも忘れてたな。そういえば移動するのをすっかり忘れておりました。失礼しました。またなっちゃうね。ちょっとここで投与しましょうか。加工派お願いします。よろしくお願いします。加わっていただきたい。決まんないなぁ。孔明様、お願いしますよ。東洋が決まってくれんとなぁ。王宗はどうですか。お、やる気。ええでええで。探しておいででございます。残念。きついなぁ、こんなんですね、と。
倉庫とかどうなの？もう十分この待ってますよ。囚われの身で。なかなか投与が決まりません。じゃあこやつで。仲間になるって言ってはいるんですけどね。お願いします。一人として決まらない。うーんって感じ。とりあえず訓練しましょう。みんなで仲良く訓練です。1ヶ月だけ訓練しましょう。褒美を配っとこう。褒美を。おう、100、100、金ならあるぜ。どうしよっかな。訓練中ですもんね。ここはゼロ。ゼロって言うんですね。まあ攻めていくんでしょう。ここも行動割りか。あと、あ、そうだ、こっちですね。こちら。107ですからね。ちょっとね、苦しいですよね。情報どうですかね。これ101。あ、もう、5も、風前の灯火といったところか。32、ほら。これは、もう、滅ぼせちゃいますよ、あっという間に。70、ほら。全部でこっち200ぐらいしかいないですもん。で、対する曹操軍はどうだと。44、ここもまた弱い。44ですからね。勝てるっちゃ勝てますよ、全然。152、あ、こっちは多いけどね。いつ見てもこういうアンバランスな編成するから、わかんないですよね。どうしよっかな。これ、攻めてもいいですけどね、107。って感じですね。ちょっと人が欲しいですね。ちょっと金が少ないですけど、ちょっと金を配っておきましょう。訓練台もしときましょうか。すごい。あ、序章はあれにしましょう。登用させましょう。登用を。ほら、任せろって言ってるよ。さあ来い、配ってくれー。ダメだったかん。あとはこんなもんかな。次のターンが来て失敗してもまあいいでしょう。はい、休養します。さよなら。お、悪い噂。住民原、やだなぁ。ていうか、なんだっけ、諸葛亮様が大衆で、軍師が脅威なのに、高陵で奇妙、うん、漢中で奇妙、高家で稲子、孫権。さあ、何か動きあるかな。総費、続いて、総費。
何かしてくるか、かかってくるのか、来るのか、おい。おっとっと、返却依頼かな、これは。こやつか。いやいや、拒否だよ。応答ない。7月、落葉訓練、常用訓練、高生徒、馬中、よし、100になったからね。じゃあ輸送しましょう。輸送してここに誰に合わせようかな。機械なら大丈夫かな。金氷は別に兵士。OK ですね。よーし。よくやった。じゃあ攻めましょうか。ちょっと褒美を与えて。馬中はここも大衆になりますな。でその前に血を確認ね。145、よっしゃ、145の1になってますよ。145を全部一人で、能力のないキャラが一人で持っててもらった方がですね、すごく助かるんですよね。なぜかこういうことする。遠慮なく攻めます。何？必要ナッシング、全力で叩きに行く。で舞台、もう一個の舞台に義援と進軍を用意する。これでいいか。100、150、強度を持っていく。金ほぼ全部持っていく。兵糧もいっぱい持っていく。馬体でいいよ。さあ立てこもりますわな。とっと出てきた。いいね。かかってらっしゃい。70与えますな。弓矢、殴り合いで倒しましょう。小細工なし。小細工すると毎回失敗するから。で普通に攻撃しとけば、まあ被害もまあ多少きますけどね。そこはもう目つぶりましょうや。通常攻撃だけ当てた方がおそらくいいのかなと。いやー、ひどいもんですな、こりゃ。ケミアでどうぞ。おっとっと、それ嫌だな、食らいたくないな。さあ倍攻撃してください。やっと被害が1000食らってますね。この単調な殴り合い、
かなり残念な展開ですけど、しょうがない。相手のですね、兵士数が多いと減らすのも時間かかりますわ。平定してしまえばですね、あとは北の方にピャピャッと攻め込めるので非常にやりやすいですよね。おっとっと火がつきだした。殴ります。やっぱ1-0か。逃げる逃げる、やっぱり逃げるかーい。1-0、もったいないからやめとこう。おっとっと、さあ攻撃攻撃。さあ攻撃だ。さあどうするどうする。いや捕まえた。こういう場合どうなるのね。さあ仲間やるか。それはならん。さあどうなったことなんだこれは。75の捕虜1人か。さあここはどうなってるんだろう。94、逃がし逃げ切れたんかな。90だからですね、まあ、次のターンここをちょっと1人移動させてしまえばいいのかなと。武将5人いるのであと1人誰か移動させましょうか。ここはいいですね。はい、金と兵糧、まあこんなのを持っていきましょう。はいはい、移動しましょう。はい、 OK です。さあ登用開始します。関東でいい仲間になってほしいな。加わってほしいな。人が増えてほしい。渋い。なかなか仲間になりませんね。主治でいいよ。じゃあ総合の霊をもってすればと。ってますけど、お仲間になった。嬉しい。何にしろ仲間が増えるのは嬉しいことですよね。干拓でいいよ。おっす、お願いします。加わってくれー。即興加わっていただきたい。どうすればいいんだ。いただきたい。
飯。米買いたいけど無理。訓練しておきましょうか。諦めて。訓練しておきましょう。どうしますかね、こちら。攻めたいですけどね、微妙に人が少ないですよね。任せてケロ。探しておいででございます。お、名古屋やった。珍しい。ですね、素晴らしい。うわあ、中精度低、低すぎ。うわ、この中精度低すぎみたいな。将軍に取り立ててあげよう。徐光もじゃあ将軍にしてあげよう。特に何もしない方がいいかな。ここ66、72、人はいますけどね。ここもう3ヶ月訓練するだけですもんね。褒美与えておきましょうか。尺上げちゃうなんて贅沢。登用します。王装でお願いします。うまくいくと言ってますんで、お願いします。決まらない。よっぽど忠誠度が高いんかな。加工派頼むで、本当に加わっていただきたい。何回目これ。誰か仲間が増えてほしいよ。頼む。増えた、やったー。でもできれば強い方がいいんだけどね。仲間になるやつはですね、まあいいっすいいっす。まあそれはもう減るより増えた方がいいに決まってるじゃないですか。加工派おっす、お願いします。加わっていただきたい。装飾なかなかうまくいきませんな。はい、1ヶ月です。こちら一人いますけどね。米買い、ああ無理だ、これは無理だ。
徴兵でもしますか。お願いします。わー、金がない、金や米がない。こんなもんでしょう。63か。訓練してるんだっけ。やってるんだね。ねえ、んなもんかな。もう行動できるのは、はい、終了。何？くっとっと。へえ。尊敬ないか。六甲に悪い噂。そう。煽ってくるね。さあ、なんかしてくるのかな。何もしてこな。おっとっと、また捕虜返還会、商業返還、拒否、諦めよ。さあ、8月になりました。終了、訓練終了、訓練終了。はい、ということで今回はここまでで終わります。